ドラゴン。ドラゴン、オランダ、ゴ、ダロックは、ヨーロッパの文化で共有されている伝承や、神話における、伝説上の生物である。その姿はトカゲあるいはヘビに似ている。想像上の動物であるが、かつては実在の生き物とされていた。漢語、日本語の竜と英語のは翻訳上の対応関係に、あり、竜、ドラゴンのモチーフは、 世界各地の文化に共通しているという考え方もあるが、西欧世界のそれは、竜という語が本来的に指し示す東アジアの竜、ドラゴンとは明確に異なった特徴を有する。本項目では主に西洋のドラゴン、及び関連する蛇の怪物や蛇の精霊を扱う。英語では、小さい竜や竜の子は、ドラゴネットという、ドラゴンメイド、 韓竜犯人の乙女の怪物で、メリュジーヌに似ている。ドラゴンは鱗に覆われた、爬虫類を思わせる体、鋭い爪と牙を備え、しばしば口や鼻から、炎や、毒の息を吐く。典型的なドラゴンは、有力で空を飛ぶことができるが、血を這うオロチ、サーペントのような怪物もドラゴンに分類され、特にゲルマン系の伝説ではしばしば地下のホラー穴を、住みとしている。 体色は緑色、黄金色、シンク、漆黒、脳性色、白色など様々である。ドラゴンは炎を吐き、蛇の鳥の翼と魚の鱗を有するハイブリッドな動物であり、四大元素を体現する存在でもあった。とはいえ、ドラゴンは常に定まった継承を備えていたわけではなく、時代を減るに従って様々な属性を付与されて、イメージが肥大化していったものである。 ドラゴンという語はギリシア語のに由来するが、この語は、見る、はっきりと見る、鋭い眼差しを向ける等の意の禁煙語とされる。この説によると、ドラゴンは、これと同じ語感の派生語であり、原義は、鋭い眼光で睨むものと解される。ラテン語形を経て、1225年頃初めて英語の文献にドラゴンという語が現れた。ドラゴンに相当するギリシア語のドラコーンとラテン語の、 ドラコはいずれも蛇を指す言葉であり、古代世界ではドラゴンと蛇、サーペントは厳密には区別されていなかったと考えられる。イーリアス第十一課の冒頭でアガメムノオンが身につける盾のひさげたいと胸当てにはそれぞれに群青色の三頭の蛇、ドラコーンがあしらわれている。プリニウス一世紀の博物誌第八巻ではドラコは 象と敵対して逃走するオロチとして紹介されている。それによると、アフリカやインドに生息する蛇は象を締め殺してその冷たい血を飲もうとするが、血を抜かれて倒れ込む象の巨体に圧殺されて相打ちとなる。アイリアノス三世紀の動物の本性についてでも、インドの蛇、ドラコームは、象の首に巻きついて圧倒的な力で締めけると述べられている。 中世の動物類意団のベースとなったフィッシオロゴス2から5世紀にはドラコについての独立した章はないがゾウやマングースの天敵として複数の章で言及されているルカヌス1世紀の女児詩内乱にはアフリカの地をハイウシやゾウを締め殺すドラコが登場するが羽で空気を動かすと描写されている点がプリニウスと異なる有欲の蛇はアリストテルの 動物詩やヘロドトスの歴史にも出てくる。ギリシア語約9約聖書である七十人訳聖書では、ヘブライ語のリブヤウタウニヤがドラコーンと翻訳されている。タンニームは大きな海の怪獣を指す言葉で、この語は場合によってはに、クジラ、ヘビと解される。また、ヘブライ語のタンニム、タンの複数形は何らかの荒野の生き物を指し、ジャッカルとも翻訳される。 ダニエルカキホイのベルト竜ではバビロニア人の崇拝する大きな竜が登場しダニエルによって殺される。新約聖書のヨハネの目視録では7つの塔10本の角を持つ赤い竜が登場する目視録の獣。この悪魔やサタンとも呼ばれる巨大な竜は天井でミカエルと戦って破れる。中世に百科全書として用いられた セビーリアのイシドールス、7世紀のゴミエンノンは20種以上の蛇を取り上げているが、ドラコも蛇の一種として説明されている。それによると、ドラコは、国熱の地であるエチオピアとインドの山で、蛇の中でも最大であり、トサカと小さな口がある。無毒であるが強力な尾で巨像をも締め殺してしまう。洞窟から出て空を飛び、空気を乱す。ドラゴンが大気を乱して、 嵐を引き起こすという考えはアウグスティヌスも述べており、中世には翼を持ったドラゴンが描かれるようになった。イシドールスによるドラコの記述は12世紀以降に盛んに作られたベスティアリの第二群のテクストでも踏襲されている。また、ベスティアリのテクストでは、ドラゴンは悪魔のような存在であるという、イシドールスにはない解釈が付加されており、 その景観は高慢の王たる悪魔の王冠を表していると述べられている。中世の動物詩のテクストには、口から炎を吐くとか翼があるといった今日一般に知られるドラゴンの特徴は明記されておらず、図像に表現されるドラゴンの翼や足や景観の有無、足の本数は様々であった。12世紀以降の図像には翼や足のあるドラゴンがしばしば見られる。 ドラゴン以外のヘビのタグイも、中世の動物婦の挿絵では往々にした足つきで描かれた。美術史アノによると、ロマネスク美術のドラゴンは、翼や足のないヘビ、あるいはトカゲの尾の生えた鳥のような姿であったが、以降、川ホリのような膜質の翼を持つドラゴンが描かれるようになった。バルトルシャイティスは、このような川ホリの翼の継承は、中国美術に見られ、 13世紀半ば頃から、モンゴル系のイルハンチョウを通じての交流で、極東美術のモチーフがヨーロッパに伝播したと、論じている。セイゲオルゲウスの流体時の話は、ヤコブスデブ・オラギネ先日の聖人伝説集、黄金伝説、13世紀を通じて、ヨーロッパに広まった。黄金伝説には、アンティオキアのマルガリタ、聖マルケリータ、聖マルタ、 ローマ教皇シルエステル一世の流体寺伝説も収められている。イギリスでは14世紀、成城寺をはじめとする7人の勇者が登場する7種後聖人作、作1596年といった文学作品も流体寺物語の大衆的普及に寄与した。イギリスの民衆劇でも成城寺が登場するが、ドラゴンはセリフの中で言及されるだけで、 舞台に登場することは稀であった。15から16世紀には、イギリス各地で火を吐くドラゴンの見せ物があったことが記録に残っており、17世紀には、花火で火を吹きながら空を飛ぶ仕掛けの張り粉ドラゴンも考案された。ドラゴンは、街の祝祭のアトラクションにも使われた。記録上は15世紀初頭にまで遡る、のリッチのスナップは、中に人が入って動かす模造ドラゴンで、 人を追いかけたりして、祭りを盛り上げた。ノリッジ近辺ではこれを模倣したものが20世紀、初頭まで使われていた。フランスのタラスコンでは、精霊降臨祭の月曜日と聖マルタの日に、タラスクという聖のドラゴンのパレードが行われた。この行事は一時廃れたが、現在は復活している。コンラート・ゲスナーによる、随理の博物学書、動物史、 1551年から1557年は架空の怪物も数多く紹介しており、同書には有欲の蛇型、王冠を頭に乗せた蛇型、有欲二足型など、数種類のドラゴンが図示されている。荒又広氏の指摘によると、実物の標本が存在しないそれらの怪物図譜は、文献の情報が不正確で、非現実的だと知りつつも種本の図版を忠実に、 もするよう努めた結果であった。当時は、怪物の偽造標本も出回っていたが、ゲスナー、1558年や、その後に続いた、イタリア人、ウリッセ・アルドロバンディも、乾燥した絵を加工して竜に似せた標本について、図鑑の魚類の部で発表している。一方で、アルドロバンディはドラゴンに関する著書で、1640年、 エチオピアのドラゴンとされる標本を掲載した。の、ヘビの話、1608年や、ジェイヨンストンの、近重中魚、図譜、1650年から1653年も、ゲスナーの著作の怪物詩としての側面を受け継ぎ、同様にドラゴンの図版を掲載している。ドイツの民族学者の指摘するところでは、ドイツでは、ドラゴン、ドイツ語で、 ドラッヘは八世紀以前に伝来したであろう外来の概念である。これに対してドイツ語でブルムと呼ばれる地を這うカイヘビはそれとは別に成立したゲルマンの土着的な竜の観念を表している。ポイカートによればゲルマン伝承のカイヘビと南方由来の空飛ぶドラゴンが同格視されるようになるのは十五から十六世紀のことである。キリスト教では ヨハネの黙示録の竜、黙示録の獣に代表されるように、ドラゴンは大抵、悪の象徴とされ、悪魔と同一視されたり、邪悪な生き物であるというイメージが付きまう。また、狼やユニコーンと同じく、七つの大罪の一つで、ある奮闘を象徴する動物として扱われることもある。セイミカエルとセイゲオルギウスは、竜大事の戦士として有名であり、彼らの竜大事は、 悪の力との戦いを象徴するものと解釈される。神話学的解釈では、竜殺しの伝説における竜は、宇宙論的悪の象徴であり、聖人や英雄がそれを退治するということは、その宇宙論的、悪すなわちカオス、混沌をコスモス、秩序へと変えることを意味する。中世史家ジャックルモフによると、西洋の竜退治のテーマの一つは、 混沌の力が支配する土地を人間が安心して暮らせる場所に変えることである。ゲオルギオスというギリシア語名は土地を耕す者、すなわち農夫を願意しており、自然の力を象徴する大地の聖たる竜との戦いは、人間が自然と格闘して土地を開墾するということを寓意する。スイスのフランス語圏に伝わるシャボンヌコの白い竜は、怪物らしからぬ湖の主である。 ピラトゥスさんの竜伝章には、竜が、遭難者を助けたという話がある。10世紀末に書かれたスカンディナビアを舞台とする、アングロサクソン語の女子誌、ベーオウルフでは、竜は、地中の財宝を守るものとされ、黄金の杯を盗まれたことに起こり、火を吐いて、国土を荒らし回る。小さい竜や、竜の子は、ドラゴネット、という、ドラゴンメイド、 半竜半人の姿の乙女のことで、メルジーヌに似ている。スピンドルストーンの醜い竜は、おぞましい竜の姿に変えられた王の話である。モンマスのジェフリーの義子書、ブリタニア列王誌には、ブリトン人の赤い竜とサクソン人の白い竜が登場する。ウェールズ語ではアズライグゴッホと呼ばれるこの赤い竜は、ウェールズの旗に描かれ、1959年に、 ウェールズの国の象徴として公式に認定された。ウェールズの民間伝承では、ヘビが人間の母乳を飲むと翼が生えて、グイベルという空飛ぶ、海ビになるという、グイベルの通り道を横切ろうものなら襲われると伝えられる。ケルト神話には、フィンマックールによる、流体時の話がある。ゲール語圏の流体時説話には、オルフェイシチやウィリエベイシトと呼ばれる海兵が、 登場するものが多い。カタルーニャ地方のベルガでは、生体祭のパレードで、ギータという竜も一緒に練り歩く。カタルーニャには、マラクという竜の伝承もある。スペイン北部のアステリアス地方では、水との関わりが深いクエレブレと呼ばれる竜の伝承がある。バスク地方では、七つ頭のエレンスゲ、ダイジャの話が広く知られている。エレンスゲは、バスク語で、 ヘビのような怪物を指す。アララールの竜は退治される竜である。シュガールは前キリスト教的なバスク神話のヘビ型の神格である。アクセル・オルリックによると、北欧の民間伝承には巨大なヘビの出現というモチーフが見られる。共通するパターンは、洞窟や山中に、アイスランドでは湖に巨大な海ヘビがいて、いつの日か姿を現し、 広範囲に破滅をもたらすというものである。これらは、ミズガルズヘビにも類似しているが、特定の神話体系を背景とするものではなく、純粋にアニミズム的な存在だと、オルリ,リック論じている。アイスランドの国章に描かれている4体の守護者、ラントバイキルの一つは竜である。これは、ヘームスクリングラにおいて、アイスランドの四方を竜、お牛、鳥、 巨人が守護しているとされたことに由来する、ボプナフィヨルズル流伝説も参照。バイキングは、魔除けのために選手にリューズを掲げ、スカンディナビアのスターブ教会にも、竜の鱗に見立てた屋根瓦や、リューズ彫刻といった竜を想起させる衣装が見られる。シグルズ伝説では、元はドベルグであったリューファーブニルの心臓の油を舐めたことで、シグルズは、鳥の言葉が理解できるようになり、 その心臓を口にしたことで四人より賢くなったという。デンマークの民話には、竜と暮らした少女の話、竜と娘や、醜い恐ろしい竜として生まれながら、人間に戻る王子の話、リンドルム王などがある。これらに登場する竜はデンマーク語で、デンオアムと呼ばれるカイヘビで、ドイツ語のリントブルムに相当する。以下、北欧神話、ゲルマン神話の代表的な竜を列挙する。 フィンランド神話では、竜に関する言及は、ほとんど見られない。バルト地域には、イエヘビ信仰があり、キリスト教伝来後も、ヘビは家を守るとされたり、商売繁盛の象徴とされた、ザルティス・ピスハンド三章。スラブ神話の竜は、図名と呼ばれる。この竜は、人間とよく似た性質を持っている。例えば、ブルガリアなどの伝説では、竜には、死竜があり、 人間同様の外見の才が認められる。私有の竜は、まるで兄弟姉妹のように見えるが、濃厚紙としては全く違う性質を持っている。メスの竜は、人類を憎んでおり、天候を荒らしたり作物を枯らしたりして、兄弟であるオスの竜といつも喧嘩をしているとされる。それに対して、オスの竜は、人を愛し、作物を守るとされている。炎と水は、 ブルガリアの竜の神格を表すのによく使われ、メスの竜は水の特質、オスの竜は炎の特質とされることが多い。ブルガリアの伝説では、竜は三つの頭を持ち、蛇の体に翼を持つ生物とされている。中央、東欧の竜は竜王として人間と共に生きていたりする。フェルニゲシュ、ハンガリー、ストイシャトムラデン、セルビア、天まで届く気。 ハンガリーといった民は二橋、所、善の竜王もいれば、悪の竜王もいる。竜王と勇者が支配地域を半分ずつ分け合うといった説話が多い。ラドカーンは、竜大治のご褒美に王が、自分の領土の半分を勇者へ譲渡するという話ある。ルブラナの図名には守護獣の側面がある。一方、東欧の竜と図名は人間に敷いたげられたりする。 バラウルやバベルの竜は人間に対峙される竜である。ロシアやベラルーシ、ウクライナでは、竜は悪の存在であり、四本の足を持つ獣とされている。そう高くはないが知性を持ち、しばしば小さな町や村を襲い、金や食物を奪う。頭の数は一から七つ、もしくはそれ以上であるが、三から七の頭を持つのが最も一般的である。頭は、 切り口を火で炙らなければ復活するとされる。ロシアでは、竜、図名は、ブイリーナに登場するトゥガーリン図名ビチのように、遊牧民族の象徴であり、邪悪の象徴でもある。しかし、ユランのような例外的に敵対的ではない竜もある。ロシアは、中央アジアの遊牧民族の信仰をたびたび受けて、おり、そのため、中国や中央アジアの竜信仰が伝播されたためで、ある。 ジランとユランは、テュルク系民族にとっては守護獣としての性格が強く、意味が反転している。東欧伝承では、竜の血はとても有毒であり、地表にも吸い込まれないとされる。ギリシア神話には、英雄の竜殺しの話がいくつかある。竜は、宝物の守り手として、あるいは、自然の猛威の象徴として登場し、多くは英雄に退治される。ヘラクレースは、 黄金のリンゴを守るラードーンをほふり、カドモスはアレースの泉を守る竜を倒し、イアーソーオーンは金曜毛を守る竜を討ち取る。これらの竜の見張り番としての役割は、鋭い目で注視するというドラコーンの語言説を想起させる。以下、ギリシア神話の代表的な竜を列挙する。プロボロスは英語回帰や永遠の象徴とされる。 数学の無限大もウロボロスから来たものである。カールグスタフ・ユングは人間精神、不死形の原型を象徴するものとする。もともとは原始宗教や地母神信仰における自然や不死の象徴として崇められる蛇が神格化された存在だったと思われる。キリスト教的世界観では蛇は悪魔の象徴であり、霊的存在を意味する翼が加わることで、 天使の体としての悪魔を意味することがある。時代が流れ、自然は人間によって征服されるべきもの、等と,といった思想の発生や新宗教が生まれ、新宗教が旧宗教の信者を取り込む、斎藤に征服されるべき、存在の象徴、征服されるべきものイコールあるものとして選ばれたことも、ある。西洋の物語において、往々に、ドラゴンは、お姫様を遊兵しており、水中にいる。 英雄がこれを殺してお姫様と結ばれる。カール・グスタフ・ユングの主張する心理学の見方においては、これは男子が母親の支配を打破して自らの選んだ妻と結ばれるという物語であると見る。つまりこの見方におけるドラゴンは母親の原型の影である。ドラゴンは現代のファンタジー作品で頻繁に取り上げられる。競争期される典型的なドラゴン像は、 鱗に覆われ、角を生やし、コウモリのような飛膜の翼を広げ、炎の息を吐く巨大なトカゲのような怪物である。あるいは、エキゾチックな色合いで、羽毛のある翼、炎のような縦髪を持つ生物として描かれることも、ある。また、ヨーロッパのドラゴンと中国の竜を合わせたような姿の、場合もある。その姿や方向は、見る者、聞く者を恐怖させる。 ファンタジー作品で扱われるドラゴンは、半身的存在であったり、世の中を脅かす悪の権ン人々に恐れ得られる凶暴な肉食獣、人間と友好的に共存している者、兵器や乗り物に活用されている者など、様々である。傾向としては、金銀財宝を溜め込んだホラー穴を守っており、ドラゴン退治の英雄と結びつけられることが多い。ドラゴンを殺した者、 ドラゴンを殺すことのできる武器は、ドラゴンスレイヤーと呼ばれる。また、現代の小説や映画の中では、言葉を操り、魔法を使うなど高等な知性を持つ生物として、尊敬さているという設定のものもよく知られている。また、遥かな昔より生きているとされ、懸命で勇者にアドバイスを与える、あるいは、貪欲で宝を溜め込んでいるとの描写もある。ドラゴンの体の一部は、 アイテムとして重宝される。ドラゴンの血は魔法の小道具としてよく作中に登場し野鳥の言葉がわかるようになったりする。ドラゴンの鱗は硬いとされ、鎧や盾などに加工したものは非常に高い防御能力や熱などへの耐性が設定されている。またドラゴンの歯から作られる骸骨の戦士である龍騎馬兵、ドラゴントゥースボリアー、スパルトイをモデルとするは テーブルトーク RPG などでよく登場する。ファンタジーではドラゴンと一口に言ってもその姿は様々である。これ以外にも、爬虫類以外の鳥獣の特徴を色濃く持つもの、コウモリではなく鳥の翼、ウロコではなく毛皮なども見られる。作品によって相違点が多いが一例を挙げる。乱世で宝石や黄金を好み、山岳地の洞窟などに巣を作る。 知性は非常に高く高猾で人号を介する。体中の部位、血、心臓、舌、目、トセトラに強い魔力があり、自らの意志で魔法を使うこともある。また、非常に硬い鱗を持っており、波の剣では歯が立たないと言われる。極めて長寿とされる永遠に転生を繰り返すとしている作品もある。また、鱗や血液にも魔力が宿るとされ。 きを浴びてて不死身にななっった、ジーークフリートの伝説なども残っている。一般には口から炎を吐くドラゴンブレスとされるが、ロールプレイングゲームなどでは炎だけでなく吹雪や電撃や毒ガス、音波や光線など個体でなければ何でも吐くと設定されていることある多くの場合、ドラゴンの種類によって吐くものが決まっている。空を飛ぶイメージが根強いが科学的に考えると、 ドラゴンの巨体を羽ばたきと揚力で飛ばすには、一般的なドラゴンの想像図に見受けられる翼では小さすぎるとの指摘もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。